遅い。こんな時間までどこをほつき歩いてたのよ。まだ夕方じゃねえか。なんだ、俺に用か。晩ご飯食べに来たに決まってるじゃない。もう料理の方は問題ないんでしょ。おう、そうだな。そろそろ準備しねえと。何が食いたい？やっぱり大晦日だからお蕎麦？年越し蕎麦か。確か乾麺があったな。よし、それで行こう。せっかくなら出汁から本格的に取りたかったが、ここはめんつゆで妥協しておくか。タイガが待てないだろう。あとは具材。お、なめこと大根だ。おろしきのこそば決定。リュウジ、私天ぷらそばが食べたい。エビ天が乗ったやつ。贅沢言うんじゃありません。今日はおろしきのこそばだ。文句があるなら食わんでよろしい。食べるわよ。これに天ぷらが乗ってたら最高だったのに。まだ言うか。さーて、次は今大人気のアイドルグループイカズチの登場です。げっ、私こいつら嫌い。おいおい、勝手にチャンネル変えんなよ。私は今大晦日でにぎわいを見せている大橋神社にやってきています。あ、見て、テレビでやってるのすぐそこの神社じゃない。言われてみればなんか見覚えあるな。こちらにはもう初詣の参拝客が続々と集まってきているんですよ。皆さん気分はすっかり新年って感じですね。結構にぎわってんだな。初詣か。ねえ、あんたは初詣に行ったら何をお願いする？もちろん、すべての記憶が戻りますようにだな。そりゃそうよね。聞くだけ野暮だったわ。お前こそ何をお願いするんだよ。そんなの別にいいじゃない。なんだよ、言わねえのか。じゃあ当ててみなさいよ。正解したら教えてやってもいいわ。当ててみろと言われても。タイガの願いそうなことってなんだ。ドジが治りますように。ドジが治りますように。何それ、なんでそんなこと願わなくちゃいけないのよ。いや、唐突に頭に浮かんだんだ、お前のドジっ子エピソードが。どんな？いちご牛乳を学校のロッカーにぶっかけたことがあったろ。あのロッカーの中は壮絶ミルクまみれ状態で、うん、実に掃除のしがいがあったな。そうそう、俺にお前高級ブランドのタオルくれたんだよな。あれ、着心地がよくってな。ニヤニヤするな。ったく、余計なこと思い出すんじゃないわよ。おう、じゃあ正しい記憶だったんだな。確かに合ってるけど、でも願い事はまた別よ。じゃあなんだよ。外れたから教えてやんない。でも一つ記憶を取り戻したみたいだから、褒美として初詣に連れてってやろう。どうして初詣が褒美なんだ。神様にお願いするんじゃなかったの？全ての記憶が戻りますようにって。そりゃあ願わないよりは願っておいた方がいいよな。だから初詣に連れてってやるって言ってるのよ。お前が行きたいんだろ。うるさい、行くの行かないの。図星か。黙れ腐れ、地獄に落ちろ。行くよ、行きます。連れてってください。最初から素直に言いなさいよね。ほら、さっさと食べて行くわよ。お、タイガに行った。好感度的なものかな。もうリュウジのグズグズしてるせいでこんな時間になっちゃったじゃない。いつまでもテレビから離れなかったのは誰だ。いいから行くわよ。早くしないと年が明けちゃうわ。
ほら走るな、こけても知らねえぞ。うや、言わんこっちゃねえ。すげえ人の数だな。すごい屋台の数ね。おお、もう腹減ったのか。私は食べるわよ。焼きそばでしょ、たこ焼きでしょ、クレープに。お前どんな胃袋してんだ。うるさいわね、こういう時は別腹なの。ほら、まずはたこ焼きよ。リュウジ、次どうする。少しは落ち着け、ソースが服につくぞ。大丈夫よ。それより次はやっぱ甘いものかしら。クレープ、リンゴ飴。うわ、今川焼きも捨てがたい。タイガ、俺たちは初詣に来たんだからな、祭りに来たわけじゃないぞ。似たようなもんよ。やっちゃんも一緒に来られたらよかったのにね。おお、まだ仕事中だよな、やす子は。じゃがバターだ、これにしよう。聞いてねえし。甘いものにするんじゃなかったのか。一期一会という言葉をそのツルツルの脳みそにプレゼントするわ。おじさん、いちごじゃなくて一個。たく。うん、満足。目についたもん全部食いやがって。さすがにお腹がちょっと苦しいわね。当たり前だ。ねえねえ、新年まであと1分だよ。じゃあみんなでカウントダウンしようよ。リュウジ、聞いた？あと1分で新年だって。お、本当だ、もう11時59分だ。腕時計持ってるなら教えなさいよね。危うく気づかないまま新年を迎えるところだったわ。周りが騒ぐからわかるだろう。こんなの間抜けじゃない。あと何秒。30秒だ。ねえリュウジ。ん？年越しの瞬間に私なんかと言ってよかったの？今さら何言ってんだ。いいならいいんだけど。あと15秒。もう？10 9 8 7 6。5 4 3 2 1。 あ、花火？お？見える？いや、どこでやってんだろうな。そう、明けましておめでとう、リュウジ。おう、おめでとう、タイガ。遅い遅い遅い。もうすぐ俺たちの番なんだから我慢しろ。だってもう30分くらい並んでるわよ、この真冬の空の下で。初詣なんてそんなもんだろ。すごいとこは 3,4 時間ぐらい待たされるらしいぞ。もう欲張りなやつがいるせいでこんなに時間がかかるんだわ。欲張りなやつ？ほら、いるじゃない。賽銭はたった5円ポッチなのにまとめてたくさんの願い事をするやつ。俺のことかもな。あんまりよくは覚えてないが。ああ、やだやだ、身近にこんな非常識な人間がいたなんて。そう言うなよ。今の俺の願いは一つだけだ。お賽銭も弾んどきなさいよ。お、5円でいいんじゃねえか。記憶戻してもらいたいのにケチるな。いや、こういうのに金額は関係ねえだろう。うわ、記憶の前にそのドケチ根性直してもらったら。あのな、ほら私たちの番よ、せめて50円くらい入れとけ。わかったわかった。どうか俺の記憶が戻りますように。100円も入れたんだからどうか一つよろしくお願いします。なんだ、タイガのやつも長いじゃねえか。じゃあ俺ももう少し。記憶のことはもちろんですが、できれば風呂場のカビの繁殖が少なくなりますように。
それが5円分くらいです。あとは、あれ、タイガーどこ行った？タイガー、マジかよ、こんな人混みの中で。タイガー、おーい、いいね、どこ行っちまったんだよあいつ。やっぱいね、くそ、なんで携帯置いてきたかな。ここまで戻ったついでだ。記憶とカビは自力でなんとかするんで、どうかタイガが見つかりますように。頼むぞ、100円だからな、分かってんだろうな。よし、タイガー、どこだ。リュウジ、おお、探したぞ。こっちのセリフよ、なんで携帯出ないのよ。すまん、持ってきてなかった。すっごい探した。お互い様だ。疲れた。俺もだ。足痛い、動けない。そうか、一休みしていこう。たく、少し機嫌取ってやるか。よし、じゃあタイガの機嫌直していきましょう。お、見つめる、タイガのこと、行く年来る年のこと、クラスメイトのこと、インコちゃんのこと、食べ物のこと。そうね、タイガの機嫌を直すにはまず食べ物のことかな。そうね、お前は食い物にしか目がいかねえんだな。この世の至福よ。お、言い切ったな。たくさん食べられる体でよかった。燃費が悪いとも言うぞ。ちょっと機嫌よくなったね。じゃあ行く年来る年のこと聞いてみよっか。そうだな、どんな一年にしたい？え、先のことなんてわからないわよ。いや、何かしら希望はあるだろう。ほっとけ。ちょっと機嫌が悪くなっちゃったな。どうしようかな。じゃあタイガのこと聞いてみよっか。入院中は世話になったな、ありがとう。退院してからもどれだけ手を煩わしているか分かってないのかしら。おお、すまんすまん、本当に感謝してるんだ。あ、そう、ま、気持ちは受け取っとくわ。じゃあ見つめる。なんか文句でもあんの？な、ないない。じゃあインコちゃんのこと聞いてみよっか。あいつさ、キモいよな。わざわざ口に出してまで言うな、キモいけど。お前だって認めてるじゃねえか。うるさい、ニュアンスが違うんだ。少しはその腐った脳みそ使って察しろ。悪かったよ、変なこと言った、すまん。結局機嫌悪くしちゃったかもしんない。リュウジ、何のつもりか知らないけど、いい加減その口閉じてもらえる？な、どういう意味だよ。受け答えするだけで余計疲れるの。もうほんと疲れた。リュウジ、あそこのタクシー呼んできて、帰るから。そんな贅沢な。私のお金で私が贅沢をして何か問題があるかしら。ほら早く。わかったよ、タク。いい匂いがする。おお、まだ寝てても平気だぞ。匂いにつられて起きちゃった。ゆうちゃん何作ってるの？雑煮だ。そっか、
お正月だもんね。おせち料理は予算と時間の関係でパスさせてもらうが、雑煮くらいは食べたいからな。へへ、それがあるんだな、おせち。え？じゃーん。なんだこの高級食材の宝石箱は。すげえ高かったんじゃねえか。やっちゃんが買ったんじゃないからよくわかんない。買ってない？もらいもんか？お店のお客さんがくれたの。お店のお客さん。なあ、そういや気になってたんだが、ヤスコは何の仕事をしてんだ？あれ、リュウちゃんに言ってなかったっけ？聞いてねえな。ヤッちゃんはリシャモン天国っていうお店で雇われママさんをしてるのだ。リシャモン天国？雇われママ？つまりスナックとかそういう類の店か。正解。なるほど、朝帰って夕方出勤すんのはそういうことか。おせちにお雑煮、最高のお正月料理じゃない。おお、タイガ、いいとこに来たな。お雑煮のいい匂いが漂ってきたの。どういう嗅覚だ。ねえリュウちゃん、お雑煮そろそろいいんじゃない？よし、雑煮完成。さ、食うか。改めまして、リュウちゃん、タイガちゃん、明けましておめでとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。今年も3人で仲良くやっていこうね。忘れるな。忘れてた。ごめんね。3人と1話で仲良くやっていこうね。やっちゃん、挨拶はこれくらいにして早く食べようよ。私もうお腹ペコペコ。あ、そうだね。じゃあ、いただきます。いただきます。いただきます。まずはどれを食べようか。栗きんとん、昆布巻き、伊達巻き、エビもーらい。やっちゃんは数の子にしようっと。なあ、しょっぱなから高級食材に手をつけるなんてもったいない。なんか釣られて手を伸ばすのも尺だな。よし、まずは自信作、我が雑煮を堪能してやる。圧倒的じゃないか、この完成度。やっちゃん、これすっごい美味しいよ。やっちゃんもエビ食べる。エビもいいが、雑煮も結構いけるぞ。後で食べる。ねえやっちゃん、なんでフォアグラまで入ってるの？キャビアも入ってるのだ。そんなに集中的に高級食材を。こいつらには遠慮とか罪悪感とかはねえのか。洋風おせちって最近流行ってんのかな。あ、ごめん、カニ食べちゃった。アワビもなくなっちゃった。お、気がつけばおせち料理がひどいありさまに。高級そうなのは一口も食ってねえぞ俺は。あれ、どうしたのリュウちゃん、お箸が伸びてないよ。お雑煮が見向きもされないから拗ねてるんでしょ。大丈夫よ、ちゃんと食べてあげるから。うん、やっちゃんもリュウちゃんの雑煮食べるよ。いや、そうじゃなくて、なんでもねえよ。あ、美味しい。とっても上品な味だね。そりゃどうも、おせちのテンションと比べたら悲しくなってくるな。ごちそうさま。ごちそうさま。お腹いっぱいになったら眠くなっちゃった。やっちゃん、これから熟睡モードに入ります。
すみなさい。おやすみ、やっちゃん。リュウジ、今日はどうする？いや、特に予定は。とりあえずその辺ブラブラしてみるかな。そう、迷子になるんじゃないわよ。じゃ。おう、いい天気だ。とっとと片付けて出かけるか。ブレブレ、バラと強くなんかないけど。